えー、屈伸煽り,りにイラつく理由は、というわけで皆さん今の通りで大丈夫です。屈伸煽りにイラつく理由がわかりません。少なくとも屈伸されるイコール、自分が立ち回りや相手のキャラに対しての知識が不足している。と思っているので、むしろはっきりと、君、まだ煽られるくらいのレベルだよ。もっと練習しなよ。と思われていると感じ、練習へのモチベーションが上がります。まさに今話してたような話だな。屈伸煽りにイラつく人は、プライドがとても高いのでしょうか。うーん。 イラつく。あー。イラつくっていうことはなくて。でもなんて言うんだろうな。気分は良くないでしょ。ね。えっと、勝負の世界っていうか、その対戦ゲームって、まあ、この間さ、狂気山脈をみんなでやった時に、はめこナイのコンビが言ってたのって、 いや、本当に皆さん、真面目にゲームをやってくださって、それがすごい面白いですと。ありがたいですっていう話をしていて。で、まあそれは本当にそうで、ゲームの大前提ってそこだと思うんだよ。命がかかってるわけでもない。金がかかってるわけでもない。負けてなんか肉体的に傷つくわけでもないっていうゲームで、真面目にやるっていうことが、その、ゲームをやる上での最低限のマナーだってするわけじゃん。で、 その、煽るっていうか、その必要のないプレイ。まあ、フードも言ってたけど、価値確定の状況で屈伸するとかは、まあ、どうでもいいと思うよ、それは。うん。まあ、本当にどうでもいいと思うんだけど、ゲームの内容が変わっちゃうような煽りをされると、真面目にやってないっていう、その大前提の部分が壊れるから、いい気はしないと思うんだよね。もちろん、もちろんやられてる側に、もちろんやられてる側の実力が足りないからやられるんだけど、いい気がしないっていうのはわかる。 わかるというか、まあ、その、この人は理由がわかりませんって言ってるけど、俺はわかる。なんかやだなっていう、真面目にやらないんだな、やだなっていう気持ちになるのは、人として多分自然なんだけど、うん、まあこの人と同じなのは、絶対こいつ倒すっていう。俺はそっちにモチベーションが湧く。この人みたいにすごい好意的に受け取るんじゃなくて、あぁ、殺すみたいな。はい、はい、はい、殺すみたいな。<laughs> 俺はしつけえぞみたいな。そういう感じだね。 梅原さん、こんにちは。ニコニコで一世を風靡した梅原の電波実況のような実況はもうされないのでしょうかん大きなスポンサーを背負っている今、あの頃のような実況は難しいのかもしれませんが、えー、機会があればまたお聞きしたいです。あれは私ではございません。川野油さんという方が実況しておりました。私は実況されている側でした。